高千穂丸は日本カーフェリーが運行していたフェリー。京浜航路大阪航路神戸航路1982年9月9日19時5分頃、川崎港から細島港へ向かって航行中だった元船は第二海放灯台の西北西約3、5km の地点、浦賀水道航路北口の手前で貨物船三和本店ンテンと衝突した。 本線の右舷中央部やや後方が三話本店の左舷選手に後方から約30度の角度で衝突した後減速した元船の右舷中央部に三話本店の左舷選手が再度衝突した衝突により本線は右舷中央部の外反に軽微なオーソンを伴う約20メートルのサッカーショーを生じ三話本店は左舷選手ブルワークが約17メートルにわたって 局存した。事故発生当時、天候は曇りで、風力4の南西の風が吹いており、被没後約1時間が経過していたが、視界は良好で、船体を視認できる明るさであった。事故原因は、浦賀水道航路北口の北方水域を航行する際、サンワフォン本店及び別の小型タンカーに、後方から急速に接近する元船が、 早めに減速して安全な船間距離を保つことなく、三話本店及び小型タンカーの間に侵入し、両船に著しく接近したことで発生したが、三話本店が小型タンカー及び急速に接近する元船を確認していたのに、本船の前地を抑える体制で大きく転身したことも一因とされた。ありがとうございます。